今まで頑張ってこのカラスに触れてきたけど、触れてもスキンが増えるだけらしい。さあやっていくぞ。ふざけてんな。ふざけてんな、マジでな。何回俺がこいつのために押したと思うんだよ。3回ぐらいか。3回ぐらいか。あっ、おぶねえ。何もやらずに無意識にいっちゃった。まあ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 、一回目だからな。こんなもんやろ。ん？ここは？背景なのか。おお、危ねえ。なるほどね。そういうことか。はいはいはい。で、こっからと。あー、これね、左はね、いけなそう。いや、いけるか。左がいけないと、だってどこもいけないことになっちゃうから。え、これめっちゃむずいぞ。マジか。いや、行くわ。いや、だよね。ああ、ここか。相当ミスらなければ、すぐ戻ってこれんな。奥からだな。なだらかに。よしよしよし。なだらかに。オッケーオッケーオッケー。で？ああ、屋根の上だけ空いてっから、落ちるのか。それ、ちょっとむずくない？最大ジャンプじゃダメだな、間違いなく。ある程度軽くしないと。いくよ。よし。お、でもうまくない？なんか。ああ、ダメだって、それは。よしよし、簡単だわ。このマップ簡単。そんな落ちないし。いくよ。うまい。はいはいはい。こういうとこももう慣れたもんなんだよな。これはね、頭が当たんないように前に出て、先っちょ！ああ、まあ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 。押し押し押し。あ、アップテなーるほど。なーるほど。まあまあ、まだ、ね、始めたばっかだからセーフよ。よし。はぁ、割と早く戻ってこれたな。やっぱ、上手くなってんだな。このゲームって人間の進化が、問われるゲームだから、いかに素早く進化できるか。いくよ。もう！もう！もう100コンボぐらい決まったかな。ここらへんやべえな。もう繰り返しすぎてさ、めちゃめちゃ上手くなっちゃったんだけど、どうすんのこれ。この技術今後人生どこで使う。いきまーす。せーの！しゃー！やっとか！ここは段差になってるけど、段差は意味ない。なんだこの段差。あー、なるほど。こうで、ん？これなんだ？
こうか。え、違うよな。いや、わかった。ん？最大ジャンプじゃないってことか。多分。このぐらい。だからな、うまい。で、これは最大ジャンプでいい。このぐらいはもう楽勝と思ってた時期が僕にもあったけど、楽勝。あー、これは落ちるだけか。うわ、いやらしい。これ真ん中もさ、あれになってんじゃん。三角になってんじゃん。ただ、楽勝と。段差増えてきたな。まあね、ジャンプキングってこうやって落ちると、なんか、ほら、なかなか段差登れないのね。だから、それで、ある感じなんかね。ここは、これでいけない？いつかいけそうじゃない？無理か。楽勝、登る、楽勝。あー、ここはちょっとむずいな。ちょっととか普通にむずいわ。楽勝。ん？そこなんだ？そこはあれか。そこの四角からじゃ、いけないやつか。なるほど。何やってんだよ。遊びじゃねえんだよ、こっちは。オッケー。で、多分、ここを、こう。よしよし、これで、マックスジャンプだと思うけど。そうだね、うまいな。よしよしよし、なんか難しいとこ来たな。今ここで、俺の進化が求められてるね。人類の英知が、俺のこの指にかかってるわけだ。上じゃないな。確実に目の前だな。そこはまあ。まあ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 。え、これ何？あ、そこか。これ右だよ、右。あ、落ちてきた時のストッパーか、右は。ってことは？あー、ここやばいわ。ここ多分、その、ちょっと上の、ここ。ここには、いけない。はずだ。行こうとすると上阻まれちゃうから、その下に行かなきゃいけないやつじゃないの？いや、違うな。違うわ、ここだ。真ん中のやつでいいんだ。これ、飛び越えちゃっていいな。きつくない？それは。あれ？俺さっきここで落ちたのか。もう遥か昔のあのことより感じるわ。もう多分40分ぐらいかな。で、やっと戻ってきた。40分もって30分ぐらいで戻ってきたわ。なるほどね。ちょっとやばいわ今日。もうね、集中が切れてるね、完全に。今日一日の終わりにジャンプキングやってるから、このゲームだってどう考えたって一日の終わりにやるゲームじゃないじゃん。もう1時半なんだって。行くよ。行くよ。よし。よし。一旦上見る。見れない。そこ、あー、最大ジャンプか。こうか。上見ます。あー、新しいとこ来たな。待って、夜空になってきた。これだいぶ進んできたと見た。ちょっと考えさせて。あー、分かった分かった。多分こうじゃない？そうだな。来た、グレートフロンティア。はー、今日は長い戦いになりそうだな。待って、左と右のルートがあるわ、これ。右だろ、どう考えても。左は多分ストッパーだな。右だと思う。行くよ。OK。サキッチョジャンプ。で、ちょっとこれやばいな。これはマジでやばいね。この配置の仕方やばいわ。え、待って。これ無理な気がする。これいけんくないか。
いや、左だな。おそらく。で、ここは、あ、危ねえ。あれ、いけない？あ、いけた、いけるよね。で、こうで、上見る。おっと？嘘？右なの？嘘？え、危ねえ。行くしかないのか、そこ。マジ？行きますよ、じゃあ。うわ、これやべえぞ。俺さ、一回目はマジで集中するから覚醒すんだよな。あー、これもやっちゃってんな。オッケー、行くわ。いや、これね、何度もね、挑戦していい。よしよしよし。最大ジャンプかな？やばくね？めっちゃ来とるわ、俺。いや、特に考える必要ないな。いつも通り。オッケー。ちっちゃくなってきた！足踏める場所が。いくよ。まあ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 。いつも通り。いつも通り。オッケー。緊張する必要はない。いつも通り。このぐらい余裕よ。ねえ、めっちゃ高いとこまで来た。もしかしてクリア近い？こうかな？オッケーオッケーオッケー。なんか急に、急にめっちゃ進むやん、僕。僕の力が、覚醒しつつあるね。なんだこれ？どこ行くの？これ、いけんくない？だって右さ、この旗が立ってるとこさ、ネズミ返しになってるじゃん。え、わけわからん。待って。わかっちゃった。わかった。衝撃に席入れたわ。これ、なんかチンポみたいなのあるじゃん、二つ。これダブルチンポだ。ダブルチンポ上がっていかなきゃいけないんじゃない？だからこの超細いとこ行くってことでしょ？多分。これやばくない？これこれやってんな、これな。マジで言ってる？行くよ。おお、俺うめえ。やっぱそうだ、ダブルチンポだ。そんなとこ無理じゃん。マジで言ってんの？あ、違う。これ一回飛び越えるのか。あ、危ねえ。いや、うまい。俺ちょっとうまくない？マジで覚醒しとるんだが。あ、ほわー。ほわー。ちょっとここになんだかまずやばいよな。はぁ、はあ、うわーっしゃー、カラスを一応取っていく。もう、こうさ、ねえ、疑惑の判定すぎ、ここマジで。俺もう、ほんとに、ここ30分くらいで、どんくらい落ちてんだろう。信じらんないかもしんないんだけど、これほんとなんだけど、100万回くらい落ちてんのね。いや、30分じゃ100万は物理的に無理でしょって思うじゃん。それが、大丈夫なの。いけてしまうのが、ジャンプキングってゲームなのね。カラスさん。お前さ、バカみたいなとこに移動するのやめろよ。いい加減。学べって。俺の罪を。罪じゃねえ。俺の絶望を学べ、こいつは。なんでこう、ドヤ顔でそこに立てるかがちょっとわかんない、僕は。君の神経がちょ、
はい、ということで、全部カラスが悪いので今回ここまでと。